はい、井上大輔のフィットネスそこまで行っていいんかい、はい、はい、ということで、はい、まあ、今年もよろしくします、はい、井上大輔さんです。はい、まず前回ね、動画まず撮影させていただきまして、すごい好評を得まして、はい、皆さんね、たくさん見ていただきました、ありがとうございます。まあ、いろんな、ね、ご意見またいただきたいと思いますので、またよかったら皆さんコメントとかね、またシェアとかしていただければ嬉しいので、よろしくお願いいたします。はい、で今回第2回目ということで、はい、またいろいろ皆さんにお話を伺っていこうと思います。はい、で今日はですね、テーマとしましては、まあ、ファンクショントレーニングですね、はい、についてちょっといろいろお話を伺うと。で、現在井上さんの活動、まずね、施設の活動でファンクショントレーニングの普及活動、まあ、協会もね、やってらっしゃるというところなんで、はい、それについていろいろお話を伺いたいと思います。はい、でまず最初はですね、現在ね、井上さんの施設のフィジカルヴァンガードで行っているファンクショントレーニングの内容とかを軽くご説明お願いしたいんですけど、どんな感じですか？そうですね、ファンクショナルトレーニングはもうやめようと思って。あ、もういきなり爆弾付け出ましたね。やめるんですか？もうこれ多分この言葉なくなるんちゃうかな。なるほどね、うん、普通のトレーニングでええんちゃうか。まあ結局究極そこだと思うんですけどね。一昨年ね、アメリカで、チャールズ・グラスっていうトレーナーのパーソンがちょっと受けに行って、はい、ちょっと知り合い通じて紹介してもらって、でボディメイク、彼ボディメイクでしょ。そうですね、もうチャールズ・グラスすごい有名なパーソンのトレーナーですよね、うん、ボディビルダー、はい、もう昔ビルダーのね、大体皆さん指導してましたもんね。あのね、その彼のパーソナル受けたのと、はい、そのエクソスって言ってそのファンクショナルの意味の有名な、はいはい、体の反応が全く一緒だったんですよ。ほー、なるほどね。結局マシン使ってるけど、まあ、体幹が、まあ、要はずっとスーパーセットで休みなしで行くんですけど、はい、スーパーセットでコンパウンドでね、はい、同じとこばかりあるんで、終わった後何がしんどいかって言ったら、もちろん使ったとこもしんどいですよ、3頭とかやったから、はい、体幹がアホみたいにつらい。はあ、なるほどなるほど。体幹を保持せんと手動機に引かせられへんっていう、まあ、わざわざと分からされるみたいな。まあそういうことですよね。結局、まあ、じゃあ一緒やんかと。だからそれも分ける必要なくて、ボディメイクがどうとかね、ファンクショナル、そういうファンクショナルがどうとかっていう分け方はもうなくしていった方がいいんじゃないかな。もうその分けるわけじゃなくてって話ですね。目的がね、まあそれは機能改善なのか筋肉つけたいのかって、ちょっとまあ若干変わってくるけど、根本一緒だし。そこはなんかファンクショナルトレーニング協会の理事長をしながらファンクショナルトレーニングという言葉をなくしたいよいよ出ましたね。自虐的な言うんかな。まあけどそこに究極来たらそうなってくるって話ですもん。たらね、そうだったら、やけど確かにトレーニングって最初そこに行き着くんだなって僕も最近薄々は感じてるんですけどね、だから僕も最近ビッグスイミナーしたのもそういう理由ですし、やっぱそういうところを見直していくと結局行き着くのはみんな一緒なんかなって思うには、まあ、いろんなものを見てきて、あ、何が大事かなとかになった時に、あ、やっぱりここや、戻ってくるのが、まあ、言ったら、まあ、うちでやってるのはベタなトレーニング、ベタの中にいろいろこう掘り起こしていくのが、まあ、唯一そのまあ、製造というか、行きたいところに行ける場所なんだな、なるほどね、ということはもう思います。ちょっと具体的な話を聞きたいんですけども、実際例えば指導内容、例えばどうスクワットから始まるのかとか、いろいろね、種目的だと思うんですけど、どういう感じの流れで作ってますか、セッションのメニューの内容としてましては、井上さんのところでは。基本は、まあ、よく言う、まあ、呼吸みたいなこともしますか、はい、呼吸の適正解ももちろんやりますし。必要な人に、僕はやらない人多いですけど、無敵出たらやらないんで、それまで分けるわけですね、いるかいらないかっていうところは、まあ、その人によって変わります、その人との話し合いとも判断です、はい、で、そこからまあアクチベーションですよね、その、まあ、インナーマッスル活性化したりとかも、要はモビリティスタビリティをしっかり作ってっていうのをやって、はい、まあ、そこからまあスポーツ選手はもう結構動いたりもしますし、まあ、でもやっぱり最終的には筋トレを持ってって、で最後スポーツ選手は、まあ、一般の人はそのまま有酸素して帰る方もいらっしゃいますし、スポーツ選手はもう最後、まあまあ、ESD って言ってちょっと持久力を上げるようなトレーニングをやって終わりなんで、はい、ただボディメイクがしたいと、はい、あのベストボディのコンテストを何週間前とかいう人は、まあ、最初の部分も5分ぐらいパッパッパーって済まして、できとんなもだらもうじゃあスクワットとかレグプレスとか、まあ、ストレングスで入っていくわけです、そういったね、まあ、人によってだから形がない、形が変わるっていう感じ。そうですね、だ結構ファンクショナルトレーニング皆さんね勉強して実践されてる方多いと思うんですけど、その構成って難しいなと思うんですけどね、どういう先の組み方とか内容とかってなかなか考えるところなんですけど、なんかそのコツみたいなのあります、なんかこう考えたらいいよみたいな、まあ、作り方っていうんですかね、こう
ファンクショナルトレーニングっていうのが結構そのシステムで入ってくるでしょう。まあまあ例えば、まあ、いろんなこう評価を、はい、してでそれでまあこういうエラーが出たらこういうエクササイズとかっていうふうに来るんですけど、まあそれってその言い換えると、まあ、システムっていうのはもともとその初心者の人がそれを習ったとしたら、それを習った後にある程度の熟練の人らしくできるシステム、仕組みなんで、だからその例えば評価だったら、まあ、FMS とかもそうですけど広めるにはすごくいいツールなんですよ。なるほどね。広まらんとやる人いないんで。そうですね。ただその一つ問題点、物事って絶対いい面と悪い面があるんで、悪い面っていうのは想像力がなくなってしまう。なるほどね。想像力というのは、まあ、言ったらまずその、まあ、クライアントに出た症状に対してまず疑念を持って、なんでこうなるんだろう、で仮説を立てて、で仮説を立ててそれをやっていって合ってるかどうか、まあ、確認するっていう、自分でそのクライアントに応じて考えて、その正しい、まあ、そういうコレクティブっていうのをしますけど、その人にとって一番いいコレクティブを作っていくっていう能力が、まあ、欠如してるような感じはします。なるほどね。特にシステムに傾倒してしまう人いますよね。これは例えば、まあ、名前出してるけど FMS はすごいとか、はい、TRX はすごいとかっていう人、傾倒すればするほどやっぱりそのそういう人ほどやっぱりその想像力っていうのがちょっと苦手なんじゃないかなと。なるほどね。っていうところはあるんで、まあ傾倒せん方がいいと思いますね。まあ勉強はした方がいいと思います。そうですね。確かに本当に今いろんなファンクショナルトレーニングの価値ってね、日本に入ってきた中でもう何年間入ってきたら2、3、もうもっと前から入ってますね。もっと入ってますね。入ってる中で、まあいろんな人がこう確立していってとかで、いろんなツールが出てきたりとかっていう状況になってきて、まあ手っ取り早く学ぶやったら簡単なんでしょうね。簡単な形があってそれを覚えてしまえばいいやって形に。そうそうそう。まあ言ったら、まあでもそれは言ったら言い分があって、まあそれはそのまあマニュアルっていうのは、まあ、そのままダイエットやったらこれみたいな感じなんだけど、まあ、一応そのシステムっていうのは考えながら進めていかなきゃいけないっていうところで、まあ、一応考えなあかんことは考えなあかんことですよね。ただね、そこってね、じゃあそのエネルギーが生まれるかとか、本当に効果が出てるかとか、ちゃんとエラーが出てることを見極めれるかどうかっていったら、やっぱりちょっとぼやけてしまう。っていうのはありますよ、やっぱそこのぼやきがどうしても出てしまうのは何とかカバーしていかなきゃなと思うんですよね。確かにまあ僕らもね、いろんな、まあ、業界見てきてとかいろんなトレーニングしてきたもんですけども、やっぱりまあいろんなね、本当に資格団体やらツールやら出てきた中で、まあ受ける人は簡単ですよね。だけどそこが受けっぱなしになって、じゃあそこから先何かあるかっていうと、なかなか先がないって方結構多いっていうのが、そうね、あるなってイメージなんですけどね。だから前回も言ったように、一番そのまあ、純粋な動機っていうのは本当に目の前のお客さんが、まあ、前も言いましたけど腰痛やったろうと、でどっちそっとしたら腹圧入ってへんのちゃうか、なんかじゃあ腹圧もうちょっと勉強した方がええんちゃうかなって言って、まあそういう腹圧の勉強しに行くとか、赤ちゃんの発達いくとかっていうのは OK なんですけども、まあそこを見ないで、まあなんか流行ってきたな、とっとかんとなんか出遅れるんちゃうかなっていうのは、動機としては純粋ではないですよね。そうですね。お客さん見てなくて、まあ、自分がなんかこう良くなりたいとか、良く思われたいっていうところなんで、まあ、そういうのはぼやける一つの、まあ、原因にはなるんちゃうかなと。確かにそれはありますよね。やっぱまあ流行りね、スタイルってありまして、まあ、流行りの目に作りつきたくなるのは分かりますもんね。この間も東京から一人ちょっと前ですけども、相談に来て、でまあその人がまあ言ったのは、まあ東京その人の周りですよ、分かんないですけど、FMS を資格持ってないと、トレーナーとしてあかんやろみたいなこと言われた。そこが基準になってるんですけど、すごいトレーナーかすごくないかっていう。それをやっとかんと、いやトレーナーちゃうよ、評価できんかったらトレーナーちゃうやろ言われた。ね、評価対象っていうところではそこでまず基準だよっていうことになっちゃったんですね。どう思いますか井上さん。いや別に自分やりたかったらやったらいいし、必要思ったらやったらいいし、必要思いほどやらんでいいやん。だから大事なのはその誰かがやってるとか、そういうことではなくて、自分がお客さんのために何ができるかっていうことをそこを視点にしないと、まあ結局で自分がないわけですよね。そうですね。
まあいいと、うん、それはすごいいい量だと、うん、まあ、でも俺は使わないよ、うん、僕も使わないんです、うん、それはあの説明ができない、うん、なるほどね、まあ悪いからね、そう評価ってことに対してそれ FMS じゃなきゃあかんってことないわけですもんね、そうなんです、そうなんです、ベースで言ったらね、うん、だからそれが悪いわけじゃないんですよ、うん、もっといい方法があるって話です、うん、それを見つけていきましょう、そうですよね、だ要するに、まあ、答えとしてはより評価できることを考えていくのはトレーナーの仕事であって、そうそう、FMS をつけるわけじゃないんですよ、そこに関してはね、そう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 、そこに対しては追記はした方がいいよってことですよね、だからあの、ね、例えば評価たくさんした方がいいみたいな、うんうん、要はまた名言であるじゃないですか、その、うん、あの評価をしないとそれは憶測に過ぎないみたいな、うん、例えば他の言い方すると、うん、例えばインフルエンザなんか熱が出てて、はい、インフルエンザかどうか調べてほしいのにね、うん、お医者さん行くじゃないですか、はい、その時にね、レントゲン取ってね、うん、MRI 取ってね、うん、CT 取ってね、うん、いろんな検査してね、うん、お金余計かかってね、で結局自分もやってほしいのはあの、ね、あのインフルエンザやったらちょっと会社行かれへんからそれだけ調べてほしい、鼻鼻ほじってほじほじしてもいいですね、だからそういう面もあるんですよ、わかりやすいですよね、うん、いっぱいやらいいってもんじゃないよってことですね、そうそうそう、自分のもう必要なやつだけ早うも教えてやってほしいというのはお客さんのまあ要望でもある場合もあるし、そ, うで、ね、そこをパシーンとこうその人にねあったその評価でその人の問題点バーンと浮き彫りにさせるのが僕はプロやと思う、そうですよね、うん、無駄をなくす、お客さん自体時間は有限ですからね、そうそう、お金も払ってるから、ね、払ってしかもその時間枠買ってるわけですから、そうそうそう、その中でいかに短縮してで他のこといっぱいできた方がいいですもんね、そうそうそう、改善策できた方がいいわけですもんね、最終的に、ね、そうそうそう、だからまあ便利だけど、うんうん、まあ、システムは便利でいいと思うけど、とらわれるなと。あ、なるほどね。とらわれてる人がすごい多いんちゃうかなとは思います、ね、確かにそこに関するとね、まあ、僕ら日本人は一番、ね、気をつけなあかんとこかなと思うんですけども、じゃあちょっとね、アメリカの話を聞きたいんですけども、はい、じゃあ、井上さんが現在見てる状況で、アメリカのファンクションというのはどんな状況になってますかってことを聞きたいんですけど、どんな感じですかね、イメージとしては。まあ、日本はこんな感じですけど、アメリカは、まあ、原点とかどうなんかなっていうところ。よう分かりませんね。まあ、相変わらずそうですね。まあ、あの僕はあの、まあ、みんな勘違いしてますけど、僕が海外行くのは、うん、最新のものを見てくるっていうイメージがあるかと思うんですけど、まあね、うん、もう最新ってトレンドとかもごっちゃ混ぜになってもて、まあ、最新これ流行りですもんね、そうそう流行りなんですよ、だから僕去年一昨年になる去年一昨年ニューヨーク行ったんですよね、はい、ニューヨーク行った時に見たのは昔から残ってるものです、5年前から残ってるもの、あ、はい、うん、これは残る可能性が高い、うん、でも3年前にいた時にめちゃくちゃ流行ってるっていうのがもうないんですよね、うん、あ、なるほどね、その時最新式最新のトレーニング、ね、はい、もうないんですよ、もうないんですね、いやもう半分ほぼほぼないですよ、いやすごいですね、ほぼほぼない、うん、で残ってるとこを言ったらもうほんま昔から残っとうだけ残っとって、うん、でそれは何なんやって話した時に、うん、いや最新っていうのは当てにならへんな、うん、言われてるものが、なるほど、ね、逆にあの昔から変わらないもの残ってるものっていうのは、うん、そこを見た方がいいんちゃうかな、うん、じゃ具体的に昔から残ってるジムってどんなジムでした、井上さんが見てここのジムの前から残ってるのはやっぱこういうジムだなっていう内容はどんな内容のジムでした、そこは、まあ、あの例えばボディビルのジムだったらもう昔から不安があるような、そうです、ね、もう文化として引き継いでるような、まあ、ゴールドジムとかね、そうそうそう、まあ、ゴールドジムでももうどっかできよったんかな、タイムズスクエアかなんかできたらすぐなくなりましたね、たぶん、ああそうなんですね、うん、まあ、昔からあるそのミッドシティジムみたいな、なんかこう、まあ、入ったらもう地下の牢屋みたいなジムで、はいはいはい、もう暗くて汚いんですけど、なんかみんなも一生懸命、やっぱそういうところって長いですよね、長いです、長いです、まあ、不安がいるんで、あとはまあ言ったらそのやっぱりトレーナーの魅力がすごくある、あ、やっぱそこはマンパワー大事なんですかね、もうそれにつきますね、やってることはそら日本でもやっとうこと、そんな変わらないですよ、うん、その辺でやっとうのと、そうですね、うん、でもやっぱり哲学がありますよね、うん、やっぱりその一つのことに対してガーッとこうしっかり掘り込んでいくから、うん、まあ、そういう哲学にあのお客さんって特にニューヨークの人とかって、ね、やっぱり結構できる人が多いです、あ確かにね、うん、やっぱり住もうと思ったらすごくお金がいるし、そうですね、やっぱそれだけ稼がんとダメなん で、うん、でそういうお客さんってただ単に流行り廃りでバン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 行くっていうよりは多分そこのその施設が持っている、うん、そういう例えばあのフィロソフィーと
まあ、哲学とか ね、はい、そういう方向性に対して、まあ、賛同してるとか、うん、そういうのが好きで行ってる人っていうのはやっぱりすごく多いんで、なるほどね、まあまあだからちょっとだから逆なんですよ。流行り物に飛びつくっていうのは、まあ、大企業大きい企業で、まあ、そうかもしれんけど、個人でやってるジムでやってるとこっていうのはそこではない。本当にあの地味なとこが多いです。なるほどね。確かに結局まあ人についていくってよく言いますけども、まあ、業界本当そうなんかなと思いますけどね、感じるのは最終的にはね。まあそれは海外でも一緒だよってことですよね。世界各国もどこでも一緒だと思います。人間が住んでる以上は確かにね、だからなんとかジムよりも何年さんがいる哲学のジムっていうイメージの方がやっぱ残りやすいっていうのがあるんですかね。そうですね、まあ例えば、まあ、うちだったら、まあ、今年からスローガンがちょっと変わって、まあ、人が育ち人を育あの人を育て人が育つジムっていう。ああなるほど、まあとりあえずその育成していこうと、トレーナーも育成せなあかんし、はい、アスリートもやっぱり意識を変えていって育成していって強くならなあかんし、でそれに対してお客さんもやっぱりどん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 こう、まあ、向上心を持って意識を変えていって前に進んでいって、まあ、夢とかを勝ち取ろうっていう、そういうコンセプトですね。あ、いいですね、やっぱり。するとやっぱり例えば来るお客さんやったらもう本当にね、大きい病院の院長とかが、私は育成すごくしてますよ、病院 の医者も育成してるっていう人が賛同してきてくれたり、まあ、そういう人たちがいっぱい来てくれます。なるほどね。だからジムっていう目的の上の方に暮らすはそこなんですね、目的としてはね、人を育てていくっていうところ。そうです。たまたまジムだったって話ですね。そうです。まあ、だからトレーニングなんかって基本的に誰がやっても変わらへんでしょ。まあ言ったら、まあ、それ変わるかも分かんないけど、まあ、同じスクワットをしてこの人やったらもう1ヶ月で200キロ上がるようになるけどみたいな、ないじゃないですか。ないですね、はい、やっぱり地道にやっていかんとは思うから、その地道にやっていく中で何が必要かって言ったらモチベーションを上げんとあかんと。トレーニングだとだけじゃなくて、なんかこのプラスアルファのこう自分のなんかこうジムが終わった後に、あ、もう仕事すごいやる気があるとか、もう家でもう家事頑張るとか、そういうあのモチベーションを上げるようなこう、まあ、ものが必要なんですよ。そこがやっぱり与えられるような、まあ、トレーナー自身がだから哲学も取った方がいいですね。そうですね、まあ、哲学ないと教育できないですもんね。まずね、どういうことを教えたいかとかね、伝えていきたいとか分かんないですもんね。だからまあ昔はあのスポーツ選手に言われたんですけど、まあ、トレーナー邪魔するよ言われます。あ、これね、井上先生の話を聞いてましたもんね。その、自分はもうほんまにあのベタあの陸上選手やったらもう直線走るっていうことしか速くなる方法ないのに、そこをこうブレたくないんですよ。それしか方法ないけどブレてまうんですよみんな。まあなるほど、速く速くなんかちょっとなんかこの辺のこんなん使ったら速く走れるようになる、速く走れるようになるんちゃうかいってブレるけど、その方法ないっていうの分かってるんですよ。でも、まあ、フラフラしたくないと。でもトレーナーは、いや、これもありますよって、アメリカからこんなん入ってきたらどうですかって、いや、ブラスなんです、足引っ張らんとってくれ、これは本当ね、トレーナーの方、皆さんね、考えてほしいと思うんですよね。よう言われますね、いろんなところで言われました。まあ、それがだから僕最初、あの、あ、これあかん思って、この最初はやる気なかったんですけど、あのスポーツのトレーナー、トレー選手に見出したんです。なるほどね。確かにそこら辺とね、トレーナーと全選手の乖離が出ちゃうとね、結局合わなくなりますもんね。そうですよね。で、結果出せなくなってしまうと、良くなっていくので、そこは本当に考え、皆さん持った方がいいかなと改めて思いますよね。だからもう地味なことに対して、横で意味付けをしてあげたりとか、気づきを上げさせてあげたりとか、何でもいいと思うんですよ。スクワットでもいいと思うし、ランジでもいいし。まあ、今スクワットがいいか、ランジがいいかっていう。理論があるじゃないですか。はい、ありますね、はい、どっちでもいいと。本人のその、ね、モチベーションが高くなれてれば、スクワットしても結果出ます、まあ、どっちでもいいと別に、まあ、今日スクワットやって明日ランジやってもいいし、別にランジだけでもいいし、まあ、スクワットだけでも何かあるかな、そこじゃないっていうことですね。そうですよね。その手法にこだわりすぎてダメなわけです、結局ね。そうそうそう、ちゃんと選手が何を求めて何が上がってくるか考えてあげることが大事なんですよね。そうですね。そこで本当にまあトレーナーとして役割に出てくるっていうところにつくのかなと思うんですけどね。やっぱちょっとアメリカ もうちょっと若干気になってる部分あるんですけど。ああ、そうなんですね、なんかちょっと仲が良くなってるような気がします。トレーナー同士が結構なんかこう持ち上げるんじゃないけど、あの人の考えはいいとかっていうけど、いや、それってどうなんて話なんで、その例えば
こうこことここね、僕と峰石君との意見違うじゃない、うん、違うとこもあるでしょ、うん、でそこをこうまあ言ったら、まあ、できるだけこう穏便に済ませてできるんだけど、うん、でも運動選手とかってちょっと茶を持ったらやり合わんと、うん、そこパフォーマンス出ないんですよ、うん、あもうこの辺これこの辺ちょっと俺違うと思うけども、うんまあ、やっとってもええかなみたいな、もうこの人もなんかちょっと年上やしなんか逆らう方がええかなって、うん、ちょっと疑念があるうちはなかなかパフォーマンス出ないので、ね、変に迎合したらダメなんですよね、そこは。そう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 、まあ、お互いも喧嘩したいんですよ。喧嘩してんでお互いにこう納得いく方法をこう探し出していく。でその状態でやるからパフォーマンス上がるし、まあ、結局トレーナー同士もそうなんですよ。やっちゃうことちゃうって言ってお互い言ったらいいんですよ。そうですよね。それで議論していくとどん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 その理論が発展していくんですよね。確かにそこはそうですよね。まあ本当選手に関してはやっぱそういうところも言えないともトップいけないですもん絶対ね。あそうですそうです。もうトップ本当行く人って日本のアレックスですね。あ、うん、まあ教育がそうね、まあまあ平等教育になっちゃってるのもあって、ね、なかなかね意見言いづらくなってるんですよ、ね、海外は喧嘩しますからね。まあそれやっぱ大事で強さってそこですよ本当ね、うん、まあそうですよね。勝ち上がっていくってことに関してはね、うん、じゃないともう本当に上の上っていけないですもんね。中途半端に終わってしまう。トレーニングが矛盾してるのに納得できへんのに、どうやってパフォーマンス作るのって話だから。そうですよね、うん、でそういうね皆さん自分の感覚を大事にしてもらうのでいけないって部分もありますもんね、選手に関してはね。アスリートの指導って本当にそういうところを考えなくちゃいけない。難しい、ね、難しいんですよね、うん、そこをちゃんとトレーナーが理解して対応できないとやっぱ選手見るってそう簡単にいけないよってことになってくるわけですよね。そこなんですよ。だからもう本当にやり方って実は言うとまあ重要だけど、まあ、分かっときゃええと、トレーナーが。そうですね、うん、まあ、そこが、まあ、それは勉強しとったらええだけの話 でそれをどう当てはめていくかっていう、実際当てはめてそれが作用してるところまでいってるかっていうところまで持っていかないと、うん、まあ、なかなかそこまで生きにいくのは難しいですよと。そこの、まあ、そこ本当学ぶのって本当難しいねとこなってくるんで、やっぱだから井上さんの選手とか見てもらったらいいといいんでしょうね。この一番そういうの勉強するんだったら僕の選手なんですか、はい、いや、ええ加減やめてやけど、な井上さんとええ加減かもしれないけど僕らみたいにちゃんと考えたらなと思うんですけどね。もう半分ぐらい説教の時だったもうなんならもうちょっとあっちの部屋行こうやみたいなもうこんな気持ちであってもこう効果出えへんやろみたいな。いやけどその説教できるって大事だと思うんですけどね、うん、やっぱ説教力作りましたもんね。これ多分ね全国探してもなかなか説教できるトレーナーっていないと思うんですけどねやっぱ皆さんまあいい人っていうかね、やっぱそこまあまあまあって人多いと思うんで、そこを言えないとやっぱ強くなれないんだなと思うんですけど ね。いや落ち込んどってもトレーニングからちゃうやんよ、こうよく言うからね、あのねメンタルね、スポーツ選手でも負けてもプロ諦めようかな、どないしようかな、明日からやめようかな言うというのに、はいじゃあスクワットしましょうとかって言ったところで、まあテンション上がんないですもんね。上がってなるから、ちょっと行こうや、ちょっと話そうや。そうですよね。でまあ話してね、まあ、その日は別に何でもいい、体感だけでもいいんですよ。何か掴んで帰ってもらったり、そこの、まあ、先を見た中でのね話し方もしなくちゃいけないのがポイントでしょうね。今日じゃなくて先のことも考えて、そうね、そのため今日何やるかってことを提案していくっていうのも、そうですね。だからうちはもうあの説教部屋兼あのミーティングルームっていうのがありますね、はい、でそこで、まあ、あのまあ今日も今からあのゴルファーの頃はやるんですけど、話するんですよ。話してもう完全にトレーニング流れとかをもう答え合わせしてて納得した状態でよっしゃ行こうです。いやそこでもそこの準備も大事ですよね。そうそうそう、 お互い何向こうもこのトレーニングしてちょっと効果あるんかなんかムキムキにされるんちゃうかなとかね、っていうので、でもやっぱり二十歳ぐらいの頃やから僕らもう40超えてるでしょ、じゃあ言えない子もいるわけですよ。もちろんね、はい、そこはもう言ってほしい、自分がちゃう思ったら言ってっていう、まあその話し合いをまず常にしていく。あ、その話せる環境でいいですよやっぱね、そうだね、ちゃんとね。あ、だからもうこっち側が逆にそのトレーナーが受け入れる体制を作る。それしないと選手もまあ話せないですよ絶対ね。そうです、あのいいトレーナーってあの選手が思っていることを何でも話せると思います。そこ大事ですよ、まあ、お客さん一般の方もそうですけど、それですよね、言ってもらわないことには分かんないですよ、こっちもね。もうそれこそ憶測になるんで、こうだろうで話を進めていくっていうのがありますもんね。それがやっぱりすごく
難しいです。やっぱりいろんなアスリートに聞いたときに、どんなトレーナーがいいですかって言ったら、あんまりたくさん、ね、資格持ってる人とか、はい、たくさん知識がある人っていう人は少ないです。はあ、なるほど。自分の言ってることを受け止めてくれる人、それの懐の深い人っていうのが多いですね。なんか井上さんにコツ、なんか井上さん的にコツなんですよ。自分の心を開くっていうか、なんか選手だとこれ話しやすそうかなっていうなんかイメージとかあります？なんか自分で心がかけてることとかは。もう熱と愛情、それ以外ないです。まあそこね、結局そこもね、もうこいつ絶対何とかしたりたいっていう熱と、もうほんまにようなってほしいみたいな。もう俺こんなしょうもない人間やけど、ほんまようなってほしいから何でも言って、何でも言ってよ。なるほど、やっぱそこですよね。それですよ。カッコつける人いるじゃないですか。僕はみたいな。いっぱいいますね。僕はいっぱいいますね。アメリカで留学をしててと、そんなん知らんよ。そうですよ、ね、知らんもんですね。だからどうなのって、友達に会っときゃいい。もう飲み屋さんで女の子に言えばいい話やから。確かに違うとこあっさんしてる。そこじゃない。いや確かにそこが感じないと、確かに自分の天使感も開けないですもん、心ってね。本当に開いていいのかこの人っていうのは、まず勘ぐってきますもんね。だからそのトレーナー時代がやっぱり自分としっかり向き合って自分を承認してあげることが大事なんですよ。自分をしっかりとこう承認してあげて、自分はまあすごいこういう人間やと、間違ってないというのが分かった上でやると、そういうまあ資格とか、まあ、経験とかね、経歴とかあるじゃないですか。何、阪神の誰々選手を見てましたとか、そこに行かなくてですね、自分のやってること自体に自信があるから、もう自分自身とガツッと入っていけると相手も来るんですけど、なるほどね、やっぱり自分をこう壁作って行ってしまう人ってがっつり組み合い覚悟がないから、向こうがそんなめちゃめちゃみんな頭がいい人ばっかりじゃないですけど、動物的感覚強いんで、一発バレるんですよ。あ、なるほどね、壁作ってね、行くとね、そこはやっぱどうね、打ち払っていくかですもんね、壁なくしていって。うち来てくれたら、うち来てもらったら2時間ぐらいかけて教えますよ。ね、そうそうそう。だから本当にね、皆さんと喋った話じゃないですもんね。また僕もね、この動画作っていうのはその熱い思いがあって、やっぱり井上さんのこういう話を伝えたいっていうね、思いがあって、まあ、こうやって井上さんにね、協力してもらって、噂してもらってるんですけどね。まあ、でも怖がられるかもわからないんで、ね、うち来てくれたら、大概、もう、うち来た人に聞いたら分かります。終わった後、もうめちゃめちゃ体、心も体も楽になって、ワクワクして帰るはずです。そこは絶対ですもん、言ったらね。そこはもう自信あります。怖いですけど。まあ、怖いの種類が違うんですけどね。怖いまあ、けどやっぱそこをね、アスリートとか、まあ、そうですが一般の方もやっぱそこを求めてる方多いなっていうのはやっぱ共通ですよね。体変えるってことかね、方に関してはそこがないと絶対伝わらないですもんね。こうやっぱそれを導いてくれる人とか頼れる人ってなっていかないといけないと。そうですね、だからそれがあっての、まあ、できれば知識とか技術とか、それもシステムもそれがあってから使うと、まあ、もっと効果が出るんちゃうかな。そうですよね、でアメリカ人のトレーナーも結構そういう方多いんですか、こうオープンだぜみたいな。少ないです。少ないです、逆に。少ない。まあ、ただでも、向こうのトレーナーどんな感じなのかなっていう、選手との関係、まあ、さっき言った仲良しなのか。あ、選手とですか。いや、いろいろですよ。もう岩戸のもいますけど。カール・ルイスのあのコーチの方とかは、あの方は特別ですよね。あの人は、もう、多分脳出血とかで倒れて意識なかったも、多分指導できる人やな。もう変わらずできると思う。はい、結果というね、パッともう普通に誰が来ても同じ、もう何も変わらないっていう安定感、いつ来ても大事なことを教えてくれると、そうですね、ブレないっていうのはもうこれ絶対的安心感なんです。そうですよね、安心感がないっていうのはね、行くたびに言っとくことちゃう人、この間こう言っとった、いや実はこれはこうなんですよ、前やったこと嘘やったみたいな、でもブレちゃってね。そうそうね、とかも機嫌がいつも違う人ね、あ、今日なんか機嫌悪いなとか、なるほどね、まあそういうのは多分何回も何回もそのセッションを繰り返してね、その人にどん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 こうしっかり見てあげて、疑念持ってしっかりとこう想像して答え合わせして作り上げていくっていう、もう本当にもう次のセッションをどれだけ熱入れてやるか、愛情を持ってやるか、それ繰り返したらもうそれが多分もう反射でできるようになるんで、運動学習です。なるほどね、究極の運動学習。そうですよね、最後そこですもんね、本当に考えずないですもんね、このアスリートもね、考えずにパッと動きがなってくるというのが最終的な
ゴールになってくると、もうね、アトラクターとかフラクチュエーションとか、そういうレベルじゃない、読んだでしょ、あれか、まだ難しく書いてますからね、そんなレベルじゃなくて、まあ、それの本当それの繰り返し、確かにそういうことですね、それも大事ですよ、アトラクターも、まあまあもちろんね、そっか、じゃあちょっと最後にね、ちょっと一つお聞きしたいんですけども、はい、じゃあ、ファンクショナルトレーニング、日本でも皆さんこう、まあ、勉強 し,、はいはい、してる方もいますし、し始める方も多いと思うんですけども、なんか井上さん的にこういうふうに勉強した方がいいとか、こういうことを考えて、まあ、考えたら学んだ方がいいよって、なんかそういうアドバイスがあれば、教えていただきたいんですけども、ね、みんなに言ってるんですけど、はい、メンターを探してほしいです。あ、やっぱそこなんですね、まあ、メンター、師匠もね、そういうね。メンターです。で、やっぱり知識だけだと、僕は無理やと思います。一緒に行きたいところっていうか、行くっていうのは。よっぽど、その素質というか、まあ、素質っていうのは、やっぱりこうさっきみたいにこう、一つのことに対して疑念持って、でそれをこう解決する想像力膨らまして、でそのイセッションイセッションどん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 そうやって膨らましていける人は、自分一人でもいけると思うんですけども、多分そういう人って本当に一握りもいない、もう少ないんで、でやっぱり、まあ、うちも僕もまあメンター、まあ、って思ってくれてる人は何人かいるんですけど、僕が40、まあ、業界30年なんで、30年間積み上げてきたことを、僕は20代で分かってほしい、30で分かってほしいです。もう早く早くって言うんですね。じゃあその後から30は、僕がこの世におってできひんことを、彼らが積み重ねてほしいんですよ。確かにそうですね。それがその業界を良くしていくっていうことなんで、だからみんなね、頑張って、で僕47だけど、47になるまで僕ぐらいなんて、もうこれ意味ない。業界進んでない。そうですね、そういう意味で井上さん経験したことをもっと短絡化していってってことができたらいいんですね。それもできるだけ僕教えてあるから、教えるから30ぐらいでもう分かって、そこから先は自分で作っていってくださいと、やり方を教えるから。なるほど、でそこから先はもう自分らのパフォーマンスでしょ。でそれはまた次の世代に伝えてほしい。そうですね、それを繰り返していったら、まあ、トレーナーがいつの間にか、まあ、他のスポーツ界とか他の業界からも認められるような、そうですよね、業界になるんじゃないか。どんどん進化していくわけですけどね、深くなっていくわけですもんね。じゃあやっぱり皆さん、まずはメンターを探すということから始めてほしいなと。まあ、ね、探し方もなかなか難しいと思うんで、ね、その辺はまあどう探したらいいですか、探し方っていうのは難しいでしょ。そこから多分皆さん、じゃあどうやって探したらいいのというツッコミが入ると思うんですけども、まあ、自分のやりたいことをすでにやってる人が一番、やっぱそこで自分のスタイルやってる人かなと思います、ね、そこにまあピントが合う人にまずまあメッセージを送って、まず話をしに行くとか。そう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 、まあ、それでね、もう別に断れてもいいと思うんですよ、絶対ね。でもやっぱり多分ずっとメッセージを送っとったら、そのうちにひょっとしたらこいつおもろいやつやな思ってくれるかもしれない、一回来て、でそれで断って下がるやつって、もうそこそもそもその覚悟できてないから、そうですよね、無理ですよ、教えて。何回も何回ももう150通ぐらい送ったらいい。確かに伸びる人はそうですよね、本当にこいつに会いたいなっていう、ね、そうそうそう、熱感じますもんね。そうそう、熱感じたら、僕らもね、熱感じる子っていうのは一緒に熱を持てるから、そうですね、相乗効果でお互いこう上がっていけるから、もう大歓迎なんですよ。まあ大体皆さんそういう人って、まあウェルカムになりますよ、最終的にね。 そんだけ持ってくれたっていうね。熱がない思ったら、やっぱりね、ちょっと面倒くさいいうか、まあ、話しますよ、ちゃんと話するけど、まあまあそうなってきますよ、ね、また今度来て教えてあげたいかって言ったら、いやちょっとそういうのちょっとなんか引っ張られるしなとかってなったりするから。そうです、まあ、それもちろん考えますよね、こっち側もね。そうまあまあ時間なんぼでもね、コピーロボットみたいな100人ぐらい作れたらやるけどまあまあ、ね、暇だったりするんで、そんなミスは忙しいですからね、やっぱり熱ある子の方がやっぱり優先にはなります。なりますね、まだそこの皆さんね、ちゃんと思いを持って、まあ、自分のイメージしているトレーナーの人に、まあ、アプローチしていくと、案外ね、案外ね、目立たないところにいると思います。そうですよね、これ結構もうね、本当はね、いっぱいいますよね、出てこない人ね、紙面に出てるからっていう、これも考えてほしい、紙面に出てるっていうのは、すごいトレーナーじゃないですか、テレビとか出てるからね、パフォーマンスがうまいトレーナーなんですよ、自分をこう、売り込むパフォーマンスがうまい。それを自分がだからそこに対して
テレビに出たいとか、うん、テレビ、まあ、それは悪いわけじゃないんですよ、うん、そうやってみんなそのトレーニングトレーナーっていうのを広めてくれてるわけなんですね、うん、それがしたかったらそこ行けばいいし、うん、でも自分はひょっとしたら目の前の人を見て何かしたいんやって言ったらひょっとしたらそこは適度でないかもしれへんっていう身を持つことが大事ですよ、うん、そうですね、だから本当に、うん、本当見る目がないとそうなってきますからね、だから最終的には何がしたいかって言ったら自分は何をやりたいですかっていうことです、うん、自分と見つめよう、見つめよう、やっぱそこがないとじゃあ誰に行ったらいいかとかどんな勉強したか分かんないですもんね、だからみんな今あのこうスマホばっかり見てるじゃないですか、あれやめた方がいい、あ、うん、あの茶室ってあったでしょまあいや花花、はい、あそこに茶室作って、ね、あそこに茶室作って、はい、でそこにもう3時間ぐらい放り込んだよ、本当もう何もない無の状態ですね、もうダメな自分と、僕は正月それやっとったんですけど、もうダメアホな自分と向き合ってもう泣いたらいいんですよ、あでもやっぱり俺これ好きなんやみたいなね、そうですね、もう修行僧もうね完全に高野山の話、ね、時代で学校の人だなアホやもんね、ぐるーってこれ大丈夫、こんなん撮って大丈夫ですこれも面白いアホ動画みたいなだけど最終禅とかそっち行くんですよね、こうね気持ち的なね、そう、まあ、禅っていうかやっぱり自分、ね、うん、自分がやっぱり僕は思うんやけど、やっぱりみんな素晴らしいもん持ってる、うん、あのその自分と向き合ったら ね、 そ, うですね、うん、それを生かしていくことが大事 で、うん、でそれに対してはやっぱり人の意見っていうのは、まあ、結構邪魔をしてしまう、まあね、影響されやすいですからね、そこをぶれない、うん、でも必要な意見は取り入れる、うん、これがバランスですね、バランスが照れてる人っていうのは、まあ、強い人、うん、うん、確かにで、そういう人は、うん、軸がちゃんとあるってそういうところなんでしょう、やっぱりちゃんとまず一本軸がありますよっていうところ、そういう人は人も影響を与え、いい影響を与えることができると、うん、まあ、決してシステムじゃない、そうですね、うん、結構今日言ったよね、うん、いや、あかんやつかな、いやいやいや、それ言ってほしかったね皆さんね、まあ、僕は井上さんからこう普段ねもう長年わたって話聞いてるんでね、だからそういうとこ皆さんね改めてこの動画で聞いてもらって何か気が付いてもらえばいいかなと思うんですけどね、最近東京行ったらみんな話してくれないんですよ、ね、いやまあそれいいんですよ、僕の席の周り空いて回る時あるんだからまあまあだからそこはオーラが出てるんですよ、それは怖いね、関西弁あかんのかなと思って、いやそんなことないですよ別に、まあだからまあこの動画で伝えられればいいから、だから皆さん喋りたくても喋らないボロボロ関西弁まあだからその喋りたくてもちょっと雰囲気があって喋りづらいなと思った方だけの話を聞きたいなと思った方にこの動画を見ていただければねいいと思ってるんで、まあ僕はそこの役割を果たしていこうと思ってますよね、考えてもらいますから、はい、じゃあ今日はねちょっと時間がきましたこんな感じで終わりますけども、まあ、まあさっき言ったねメンターね、あのまず井上さんメンターの人が一番手っ取り早いんでね、あのよかったらまた番号の方に、まあ、話に来てくれたら、はい、来てくれたら、はい、話していただきます、ね、無料で、はい、この間3300円だったから、はい、相談無料にします、あ、そう、あ、相談無料になりましたんで、いやいやプライスですね急に2020年いきなりプライスですね、いきなりプライスです、はい、まあけどなんとね、あの井上さん面白かったで気持ちも大きいんでね、ぜひ皆さん会いに行っていただきたいなと思っております、はい、今日はこれで終わりますので、また次回の動画でお会いしましょう、さよなら、うん。